木村拓哉から平野紫耀まで、男性でも惹かれるジャニーズアイドルの魅力とは ?Z 世代男子が憧れるジャニーズアイドル男でも惚れるその魅力。ジャニーズアイドルは、ボーイズグループが群雄割拠をする現代においても、常にトップクラスの人気を誇っています。 最近では SNS の解禁や幅広いテレビ番組への出演などがあり、女性だけでなく男性の間でもファンが増えていると言われています。そんな中、令和の時代を生きる Z 世代の男子たちが特に憧れるジャニーズアイドルは誰なのでしょうか。その中でも木村拓哉と平野紫耀の名前が多く上がりました。 まず、50歳の木村拓也について話を聞くと、彼を知るきっかけとして上がったのは、なんと TikTok だップの話題でした。木村拓也の前世紀の画像をまとめた動画が多数作られ、Z 世代の若者たちも彼のかっこよさや昔からのファッションセンスに注目し始めたのです。特に最近は90年代ファッションが流行しており、その流れに乗っている若者たちにとって、 木村拓哉はまさに平成を抱いた男というタグで表現される存在となっています。また、現役のアイドルとして人気のある平野市耀も男女問わず魅力的な存在として挙げられました。彼のダンスの実力はダンス経験者からも高い評価を受けています。彼の王子様っぽいパフォーマンスは多くの人に魅力を与え、 特にヒッツホップナンバーでは彼の世界レベルのダンス技術が際立つのだそうです。男性の中でも K-POP への関心が高まっている現代においては、ジャニーズに対する偏見もなくなりつつあります。実力や魅力があれば、男女を問わず多くの人々が彼に惹かれるのだと感じられます。また、テレビ番組での活躍からファンになるケースも少なくありません。 例えば、シクストーンズの森本慎太郎は、男子学生の中でも特に人気があります。彼のバラエティ番組やおしゃれな楽曲が、従来のジャニーズのイメージを覆し、男性ファンも多い理由となっています。さらに、サスケでの奮闘がきっかけで、スノーマンの岩本賞に惚れてしまったという男子学生もいます。彼の本気で取り組む姿勢やダンスのかっこよさが、 男性たちの心を掴んでいます。Z 世代男子たちからは、他にも多くのジャニーズアイドルの名前が挙がっています。歌番組やドラマだけでなく、バラエティやスポーツ、SNS といった様々な分野での活躍によって、ジャニーズアイドルのファンは男性だけでなく女性も公言できる時代になってきたのかもしれません。ジャニーズアイドルたちは、 彼ら独特の魅力と才能によって多くの人々の心を掴んでいます。時代の変化とともに男女を問わず幅広い層のファンを持つ存在となった彼らは今後もさらなる活躍が期待されます。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。